長締めのスナイパー、リュウコタロウでございます。今日はですね、私の兄弟弟子と言っても過言ではないと思います。森川劇団、森川龍馬座長が、なんと、大阪谷町線の下戸駅、大衆演劇の小屋をオープンいたしました。風流座、風に龍、私の龍虎太郎の龍書いて風流座と読みます。なんとこれからちょっと直撃訪問してみたいと思います。よろしくお願いします。いきましょう。これいいですね。最高じゃないですかね。ちょうど今始まってます。行きます。さて、今日はですね、僕の森川劇団でお世話になっておりました森川龍馬座長が、なんとこの大阪の谷町線出戸駅に、もう駅前でございます劇場を作りまして、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。風流座でございます。はい。これなんで風流座っていうんでしょう。まあ風流というちょっとこう粋なこう言葉があるじゃないですか、うんうんうん。まあ、その風流という名前に、うん、まあ龍馬なんで、うん、あの流れるじゃなく、うん、私の龍に変える。それ龍子さんの龍取ったんじゃない。いや、師匠はそう言ってましたよそうか、はい、師匠はお前らはあの太郎の龍を取ったで龍二龍馬なんだなんだろうとは言ってました、うん。まあその龍馬座長がなんとオープン、はい、9月の5日風流座をオープンいたしましたので、はい、ぜひあの今後もね、はい、頑張っていただきたいと思っています、はい、あの頑張ります、はい、ぜひあのお客様に、はい、私のチャンネルのお客様にご挨拶を。はい、風流座のオーナーでございます森川龍馬劇団、森川龍馬と申します、はい。この度一念発起して、風流座という大衆演劇の劇場を建てさせていただきました、うん。まあ、これから、劇場のオーナーとして、また龍馬劇団の座長として、二足のわらじと言ったらなんではございますけれども、頑張っていこうと思っておりますので、また皆さんもよかったら、足をお運びください。よろしくお願いいたします、はい。ぜひ私からもよろしくお願い申し上げます、はい。10月まで私が乗っておりますよろしくお願いいたします。このベイビーが今ね、はい、ちょっと下の方でね、はい、お名前なんて。はい、トーマです。トーマくん、あなたもいずれ役者になるんだねかわいいですね。それでは龍虎太郎の、はい、チャンネル登録、高評価、コメントもいただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。それでは、さようなら。よいしょー。